皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。今回最初のコースはね、 YouTuber のゆういちゃんがやっていたのを見て面白いなと思ったコース遊んでみたいと思います。ボンバーマンフレンジでいいのかな。クリア率 1.20%、 ベストクリアタイム29秒190。ゆういちゃんの動画を見ててもね、タイムが結構ギリギリっぽかったんで、気合い入れてやっていきましょう。まずね、ファイヤーを取って、そのファイヤーをうまく使いながら進んでいくコースみたい。こうやって至る所にボム兵さんがいらっしゃるんで、ボム兵さんをね、うまいことをやっつけて倒していくゲームになっています。おい、お、いけたいけた、この辺でいい。おーい、オッケー。これ掴んで上に投げる。はい、こうでしょ。この辺はね、ゆういちゃんの動画見てたから、その辺は強みだと思ったんだけど、ダメだったわ。ほいほい、これは上に投げれる。オーケー。やっぱり見るのとやるのとじゃ全然違うわ。想像以上に難しい。そろそろ決めてやる、決めてやる。と言ってもまだゴール付近まですら行ってないから、さすがにこれでクリアっていうのは難しいと思うんだけども。なんでも落ちるかな。そしてここのバネ崩れるかな。よいしょ、こうだこうだ、よし、こうでしょ。これも掴んで戻って、どこに入れる、ここ。ほい、ボム兵はこっちだ。あー、畜生。待って待って、とりあえず様子見。トゥレトゥトゥサラマサシ、無理だよね。ほい、掴んだ、よし、ここです。掴んでこっち、オッケー。次はほい、投げる。届いた、間に合って、残り2秒。さだまさしよ、間に合ったね。見て、残りタイム0秒。やばかった、想像以上に超ギリギリだわ。これゆいちゃんの動画見てなかったらクリアできなかったかも。ありがとうございます。ボンバーマンフレンジ29秒994。あー、やばかった、ギリギリだった。でも面白かった。皆さんもぜひ遊んでみてください。お待たせいたしました。お次はこちら、いいねランキング世界の難しいの第1位のコース、マリオ3のコースですね。ベストクリアタイムが3分超え、クリア率 8%。 マリオ3のコースが難しいの1位になるのってなかなかないような気がするんですよ。お、これはオーソドックス系コースと見た。サムネだと地上もあったんだけど、このチョロプーさんはどうにかして倒さないといけないんじゃないの。てか、このノコノコさん復活しない？そろそろ復活そうな気がするから、一回置いて復活待ち。あれ、これ持っていく必要あるのかな、ないのかな、どっちなんだい。よいしょ、一応持っていく。何かに使えるかもしれないからね。ちくわくも落ちるか、はなちゃん。オッケー、ここまでは復活もしてない。あれ、入れない。あ、なるほどね。危ねえ。こっち見よう。はあ、持ってきたら結局邪魔になっちゃったわ、こいつら。よいしょ、カメック全部しばいていこう。よし、こいつを投げて緑コーラください。下にはチョロップーさんとかそんなのがいったような気がする。これはまとっておくかな。落ちてくるんでしょ、こいつ。よし、チョロップー倒してもらって、トゲゾーは回収していく。オッケー。こっちもチョロップーか。基本的にはチョロップーがいっぱいいるコースっぽいですね。あとハンマーブロスもサムネでいたんだけど、
これさ、マリオ3のギミックの時ちゃんと白い壁が欲しいですよね。あ、これまだファイヤーあるかな。あった、危ねえ。画面スクロールで消えてたらどうしようと思った。とりあえず鳥に戻るでしょ。あいつを縛いたら中には入れない。この上入れそうな気もするけど、これはなんだ、バネかな。下か。 P スイッチを持ってどこにお邪魔しよう。 P スイッチを持ったままファイヤーは撃てないんだっけ。そうかそうかそうか。シャキーン、いい音してますね、シャキーンって。これで、あれあれ、ちょっと待って、これまずくない。まずいよねこれね。クリアできないんじゃないのこれ。もしかしてコイン全部取っちゃったら。あれ大丈夫、これ積んじゃってない。違った、この土管に入るのかと思ったら上に飛び上がればよかったのか。それならさっきのままでもいけたわ、畜生め。どうしよう、Pスイッチもう一個持っていくかどうか悩むところだわ。怖いなこいつら。よいしょ、バネは、まあ、空中バネじゃんとか見た感じはいらなそう。そこまで難しいコースでもないと思うんだよね。難易度難しいに入ってるコースなんで、せめてチョロップだけでも倒せればな。だいぶ抜きやすくなるんだけど。あ、ラッキー、両方倒せた。さすがクールさん。これを中身はキノコか。ありがとうございます。パワーアップ系アイテムがいっぱいあるのは優しいですね。あれは自殺用のガリガリですね。ちゃんと置いていただいてありがとうございます。ほい、集中集中集中。よいしょ。この先に待ち構えているのは、そろそろなんだっけ、これはどうするの、上に登っていけばいいの。普通にハンマーブロスエリアがあるのかなとも思ったけど、そんなこともなく普通に登っていけますね。ファイヤーと尻尾どっちがいいか悩むところだけども、まあとりあえずこのままでいいでしょう。特に悩まない。ボム兵持ってお邪魔します。そうすることで特に変わることはなかった。このカメックさんは何かに使うのかな。土管を2つとも攻略してこいってことでいいんだよね。とりあえず右側の土管にお邪魔します。ここまでボム兵持ってくればよかったわ。あれ、葉っぱとか補充できるとこあったかな。 OK、 これでいいのかな。なんかどんどん上から降ってきてるのがすごい怖いんだけど、これすまないよね。大丈夫だよね。待って、あのブロスさんダメージ食らわないで突破したい。よし、これで鍵1個ゲット。次反対側も一応お邪魔しておきましょうか。この辺ででもアイテム補充できないと相当厳しいですよね。っていうかクリアできないですよね。ほい、ああ本当はこっちで B スイッチを取っていくのが正しかったのかな。きっとそうなんだろうな。まあいいか。こっちは鍵もなさそうだし、 P スイッチを持ったまま進んでいこう。もしかしたらズル、ズルなんとかができるかもしれないからね。あ、やべ、しまったー、しまったー。こいつらさ、あのパックンが鍵持ってんじゃないの。どうせ倒せると思ったのにさ。違った、クリボーが持ってた。パックンが持ってたら積んじゃうことがあるから、その調整なのかな。こいつら、あーお、神っ子倒したい。やばい、チビマリオはやばすぎる。はーい、はーい、はーい、じゃーん、バブー。ダメージ食らいすぎでしょ。よいしょ、これはまず優先順位はカメックが先倒すのでしょ。こうすることで相当避けやすくなっていくと思ったんだけど、そうでもない。このカメックが倒せないな。なかなか踏めない位置にいらっしゃる。ほい、よし、やっとファイヤー当てられた。別に無視してやっていいんだけど、できれば攻略していきたい。
よいしょ、これで一応確認入れないね。何が出るかな、何が出るかな、どうぞ。おお、びっくりした。任せて、安心のくるくるくる、こういうところはご利用して決まってるんですよ。ほいね、やっぱり何事もご利用しが最高で、いいのかな。ここは戻したか、しただ。この辺です。よいしょ。見た今のゴリ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 。やっぱりね、世の中ゴリ押しで大抵のことはなんとかなっちゃうんですよ。皆様、こういう大人になってはいけませんよ。苦労はね、勝手でもしろって言うじゃないですか。古い言葉があるけど、古いとはなんじゃ。大木戸博士も言ってたじゃないですかね、そういう風に。そういうことなんですよ、皆さん。よいしょ。乗りたいんだけど、こいつらの上に乗れないな。乗れた。よし、乗れたぞ。よし。ああ、難しいわ、今のところ。もう突破できる自信がないから、ここは一発で決めていこう。よいしょ。テルサ、落ち着いて踏んで。やばい。ここまで来ちゃえば大丈夫。ファイヤーマリオじゃなくなっちゃったから、やばい。早く土管まで逃げ込め。くるくるくる。なんというゴリゴリ。すべてのエリアをゴリゴリで突破しているような気がしてきた。どっか入れるところあるんじゃないの？音符は全部敵が入ってるわけではないね。本当に鬼畜コースになると音符の中にまで敵隠した敵やらしいからね。チョロップさんとかクリボスさんとか出てくるけども、落ち着いて。処理して。ここは初めてゴリゴリじゃなく突破できたような気もして。はい、あ、分かったよ、くるくるくるさんのダメなところ。ちょっと調子に乗りすぎてるね。うん。勢いで行こうっていうところが多すぎる。もう、よう反省だわ。かー、嫌なところに来るね。はい。なんか書いてある、なんか書いてある。読めなかったけど。よいしょ。クッパさんがいらっしゃるのは分かったから、なんて書いてあるのか読みたかったけど、もう文字の形も残ってない。よいしょ。え、落ちた。ちょっと待った。はい。クッパクラブから落ちちゃったんだけど。ここ入ったらゴールだよね。え、嘘、こっからやり直し。やばいな。Thank you.
なんでここまでに中間がないのかな。中間の1個や2個置いといてほしいところですよね。下にいそうなトゲ系全部倒しておこうと思ったけど別にいないのね。よいしょ、ファイヤー補充、ファイヤー補充。あートゲはどっかの砲台から出てんのかな。よいしょ、逃げろ逃げろ逃げろ。倒した、鍵ゲットした。もう変なことしないでこのまま3、2、1クール決めていこう。3、2、1クール。時間かかった。最近結構時間かかる長いコースやってる気がするな。 I enjoy playing all my winning levels. J バイジルさん、ありがとうございました。さて今日のクルクルクールのマリオメーカー実況はこれで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー動画でお会いいたしましょう。今ね、9月末までは2日に1本確実投稿をやっております。皆様のコース募集もしているんでどんどんお寄せください。あとチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにクルクルクール、バイバイ。